したの？急に飛び出してさ。早く帰ろう、先生に。あ、何？今の、何？ヨナ、ヨナも見たよね？あんたがやったの？ねえ、リータ！これから起こること？止められないの？怖いことが始まる。悲しいことも。ないよ、そんなの。だね。神様がいるって人間が信じてた時の幻でしょ。いつかは死んで、苦しいことも悲しいこともなくなる。なるようにしかならないんだ。そうかな。ニュータイプは違うんじゃない？見た！もちろん疑っているわけではありません。しかし万一その資料をあなたに見せたことが露見すれば、私は逮捕されるだけでは済まないのです。最悪。大丈夫です、マウリ中将。はあ、あなたに危害は及ばない。ああ、駅に対局あり。対局領儀を生じ、領儀は死傷を生じ、死傷は発揮を生ず。引用二元からなる万物の運行を、税蓄を使って探り出そうとするのが駅。計算によって確率を割り出すコンピューターと変わりありません。違うのは、その結果を読み解くのに駅舎の直感が必要とされるところ。はあ、はあ、ミシェル様のお見立てであれば何とぞ。はい、よろしいのですか、信用して。うん、ルオウーミン会長の次女といっても本当の娘ではないのでしょ。ウーミン会長が病で伏せってからは、実子のステファニー社長が追放を企てているという噂も当たるらしいぞ、彼女の発見は。は？戦後の激動にあってルオ商会は一度として情勢を読み違えたことはなかった。グリフト戦役ではエウーゴにつき、シャアの反乱ではいち早くラサから引き上げて。まさか占いで？全部じゃないだろう。しかしことを決める際、ルオ・ウーミンがミシェルに伺いを立てていたのは事実らしい。ですが、グリプス戦役なんて10年も昔の。その頃は子供でしょう、彼女。そう、奇跡の子供たちだ。奇跡の？戦時中のヨタ話だよ。RX-0 ユニコーンガンダム。人の意志に感応する金属、サイコフレームでかたどられたモビルスーツ。しかし
今やその名でこの機体を呼ぶ者はいません。シンギュラリティ1、技術的得意点、その登場によって人類社会を根底から変えてしまうようなテクノロジー、未来予測の限界点。これをテクノロジーと呼んでいいものかどうか、この波動のようなものの正体は発生のメカニズムともとも分かっていません。確かなことは、この波動を浴びた連邦軍機はことごとくジェネレーターが分解されていたそうです。そのまるで組み立て前に時間が戻ったように。ラプラスの箱の鍵と目され、連邦とジオンの双方から追われたガンダム、それはその争いの中で未知の力を示し始め、ついには人知の及ばぬ存在になった。サイコフレームがパイロットのニュータイプ能力と感応した結果か、なんであれ制御できない兵器は兵器とは言えません。ミネバ一党が所有するシンギュラリティ1と連邦貴族の同型2号機は監査人立ち会いのもと解体封印、偶然手に入れてしまった神の力を前に人類は尻込みをするしかなかった。しかし、お父様、行ってまいります。時をも操る力、必ず手に入れて、もう一度。コロニー落としを事前に察知、町を救った奇跡の子供たち。その度にこの騒ぎ、私の身柄にそれほどの価値はないって、いい加減分かりそうなものだけど。そう謙遜したものでもないでしょう。ラプラス事変にビスト財団がどう関わったか、あなた以上に知る人間は他に。なんだ、何事だ。襲撃です、空から。モビルスーツを散開させろ。ルオ商会のミシェル・ルオ、なぜこんな。アナハイムもビスト財団もあなたを見捨てた。私ならあなたに新しい人生をあげられる。その対価は、白き一角獣と黒き獅子、彼らに続く三人目の兄弟、フェネックス。軍の記録は抹消されても、あなたはあの事故に立ち会っている。教えて、すべてを。あなたは私を断れない。断れない、わかるでしょヨナ、私たちは本物じゃない。奇跡の子供はたった一人、こうするしかない。三人とも生き残るにはこうするしか。嘘つき。
遠慮するな。RX-035 機、あのユニコーンの3人目の兄弟、どこから来た、どこへ行く、その腹の中には誰が。シザール対角機聞こえるか。ターゲットを追い込む。合図と同時に3回、指定座標オスカーに再集結せよ。誰だ、指示に従わなかった場合の安全は保証しかねる。10、9、8。シザールはより角機、直ちに3回。足を止めた。後方より高熱源体接近。隊長、あれは。知らん、何も聞いてないぞ。指定座標オスカーにガンダム。パイロットの生体、精神反応、安定しません。距離を詰めていられるのは200秒が限界かと。逃がさない。ナラティブ、排命の方を使いなさい。このままでは振り切られる。今はダメだ、避けられる。修正、地弾着弾12000、上底、よし、射撃、今。これ以上は。ナラティブ、さっさと排外砲を使いなさい。その速度でゴーストピットから放り出されたら死ぬのはあんたよ、ヨナ。遅すぎるって分かってる。でも俺は。ガンダム聞こえるか。どこのドイツか知らないが乗せられてやる。そのまま指定座標に追い上げろ。ようやく見つけた不死鳥だ、閉じんなよ。ねえ、天国って本当にあると思う？天国はどうか分かんないけど、私魂って絶対あると思うな。今が全部じゃない。何度だって生まれ変わるの。リト。バカ！前期3回！次に生まれ変わるとしたら、私、鳥になりたいな。ヨナは？危険な火遊びをしているようですね、モナハン・バハロ大臣。袖付きの残党を動かして連邦の作戦に介入しようなどと。さすが良い耳をお持ちだ。しかしこれは高度に政治的な問題でして、メガラニカは
我がジオン共和国の領域内に留め置くだけでも不断の政治的努力がいるのです。ラプラス宣言で宇宙移民者独立の機運が高まっている中、姫様の居場所が露見するようなことがあれば。全ては戦争回避のためということですか？そうご理解いただければ。わかりました。ジンネマンをここへ。大臣、あれでおとなしくする玉ではない。メガラニカから目を離すな。ゾルタンにも警告を。はい。おい、なんで俺たちが後回しなんだよ。知りませんよ。ナラティブが最優先だって。ナラティブ？班長。ああ、絡むな、イヤゴ隊長。俺も被害者だ。何なんです？造園だ。実験中の新装備を持ってきたから、ありがたく受領しろとさ。造園？物資上がりは参謀本部直轄の機密任務ですよ。その参謀本部が送り込んできたんだ。アナハイム社の連中ですか？いや、ルオ商会だ。ルオ商会ってあの地球の大商社の？なんだってまた。アナハイムから委託されて、あのガンダムの実験運用を行うそうだ。まあ仲良くの。すんげえ重装備。まともじゃねえな。強化人間じゃねえの？ありえるでしょ。フェネクスと同じですよ。ガンダムにはガンダム、強化人間には強化人間か。俺ら凡人はどうすりゃいいんすかね。申し訳ありません。この区画は我々が借り受けておりますので。俺はここのモビルスーツ隊の隊長のつもりなんだがね。承知しておりますが、スーツのメンテナンスは機密事項として許可を。分かったよ。おい、お前さ。見学見学、いいでしょ。オプションなんだ、あれ。ご本尊が拝めるな。つか、はあ、汗っぽちだな。逃げられたんだ。嘘つき。お前ほどじゃない。そう、私ほどじゃない。あんたは嘘が顔に出る、昔から。あのまま追い込めば撃墜される可能性があった。生きて捕獲しなけりゃ意味がないんだろ。その程度で落ちるものなら最初からいらないのよ。わかってるでしょ。彼女もう人間じゃないのよ。奇跡の子供が本物の。私はその力を手に入れたい。その権利はある。みんな私のしたことなんだから。あの子はいつも私の欲しいものを持ってる。休んでおきなさい。待っているつもりはない。今度はこちらから仕掛ける。
うん。